はい、おはようございます。ただいま。はい、3時56分、4時前ぐらいですね。まあ、いつもじゃないんですけど、今ね、昼夜逆転してて、この時間帯に、パッて目が覚めることが多いです。今回はね、リクエストにね、めっちゃあった、一日どうやって過ごしてるんですかみたいな。まあ、普通に過ごしてるんですけど、絵で生きている私がどういう風に生きているのかっていうのを紹介しようと思います。まず、朝一ですね。結構ツイートにもしてるんですけど、朝ね、お酒飲むことが多いです。まあ、もちろん毎日じゃないんですけど、なんかね、目覚ましたいなとか、まあ、逆に泥酔した後、迎え酒とかすることが多いですね。で、よく飲むのはこれです。氷めっちゃついてるこのゴデちゃん、ブランデーでね、飲むことが多いんですけど、今日はウイスキーをちょっと飲もうと思います。まあ、なんか朝シャンみたいなもんちゃう。でね、このコップめっちゃ可愛くない？これね、誕生日にね、いつも仲良くしてくださってるお友達がくれた。めっちゃ愛用してます。半分が氷になっとって、ほら、こういう感じでね、半分が氷になっとる。よし、じゃあね、目もパッチリ覚めたんで、ちょっとお仕事して出ようと思います。はい、という感じでね、朝ごはんカスピ海ヨーグルトを食べつつお仕事していこうと思います。よくね、仕事何してんのって言われるんですけど、まあ大体ライティングだったり、自分のサイトの確認とか、まあブログ書いたりとか、あとは YouTube のまあ流れですね、伸びてるかな伸びてないかなとか、あとはお仕事のメール返信したりとかしてます。で、朝にね、ご購入いただいたこちらの絵画を梱包したりとか、まあやることがね、ある場合は結構朝早くに起きることがめちゃめちゃ多いですね。基本的にね、受験の名残で6時ぐらいには目が覚めますね、大体は。完成しました。可愛くできたよ。 はい、じゃあ次が、実際に撮影ですね。これは手元動画で絵を描いていく様子を撮ります。普通にね、2、3時間ぐらいかかるので、もう朝早く起きてもね、時間すぐなくなる。で、カフェラテがめっちゃ大好きで、いつもね、このネスレさんのコーヒーメーカーめちゃめちゃお世話になってます。ぜひね、使ってみてください。で、今日はね、ちょっとお出かけも兼ねてなんで、ネイルをつけました。いつもね、仕事がっつりしに行く日はネイルなしでね、タイピングとかしてるんですけど、まあ、今回はね、ちゃんとおしゃれしていきました。はい、という感じでね、今、数本撮影して、お絵描きして、お仕事したりしました。で、時刻が、9時43分、まあ10時前ぐらいなんで、ちょっと準備して画材を買いに行きたいと思います。はい、じゃあここからね、パパッとダイジェストで紹介していきます。まずはね、画材買いに行くと言いながらお腹が空いたので、いつもね、お気に入りの銀座のお店行ってきました。ツイッターにもね、あげてるので、よかったら見てみてください。ここの料理がね、マジで美味しいんです。でもね、お値段もまあ2000円ぐらいするっていうね、結構いかつい値段でした。で、次に画材屋にまだ行かずに、どうしても見たかった映画を見てきました。なんかね、プレミアムシートしか空いてなくて、4900円ぐらいして、めっちゃ高かったんですけど、新エヴァンゲリオンもね、見てめっちゃ泣いてきました。で、その後にね、銀座のめっちゃよく行く伊藤屋さんですね、こちらに行って画材を購入してきました。まあ、この段階でね、もう6時ぐらいだったんですけど、目の前のね、スタバに行って、ここでも作業してます。ここでもね、ライティングだったり、お仕事のお返事とか、これからやっていくこととかをね、まとめたりしてました。そんな感じでね、結構外でカフェとかでね、作業することがめっちゃ多いですね。でも外は真っ暗になったので、これで帰ります。はい、帰宅しました。ただいま。エヴァでね、泣きまくって、もう化粧が落ちまくったし、なんかテカテカやし、結局ね、映画館でね、思いのやつ、お金を使ってしまったので、伊藤屋の画材屋さんではね、このスケッチブックだけ購入しました。1300円のブルフォンセという、まあ、画用紙の本ですね。結構おしゃれなのでね、また使った感想を YouTube にあげようと思ってます。で、今の時間が、8時19分、8時半ぐらいなんで、ダッシュで風呂入って上がってきたら、動画の編集を、まあ、2、3時間ぐらいやろうかなって思ってます。で、大体、まあ、11時ぐらいで、まあ、そっから元気が残ってればモンハンして寝るって感じですね。で、基本的にね、動画編集は夜にやることが多いんですよ。なんでかっていうと、あんまり頭使わないから。頭は使うんですけど、なんか例えばカット編集とか、字幕入れるとかなんで、朝のね、こう、企業様へのメールの返信とか、ライティングで調べまくったりしながら、こう、自分で文章を考えて打ち込むとかね、その辺は結構難しかったりしてね、頭はこう、いっぱい使ったりするんですけど、夜はね、頭マッサージして絵描いたりとか、動画編集をちまちまやったりすることが多いですね。よし、じゃあ、編集します。
はい、編集風景をねちらっとお見せするとこういう感じで、プレミアプロっていうソフトを使ってねがっつり編集してます。まあ、今回ね編集してるのはまた別の日に上がる動画なんですけども、これでねだいたい2時間から3時間ぐらいかかりますね。あの気合が入ってるねがっつり編集する時とかは本当に3日とかかかる時もあります。編集ってキリがないのでやればやるほど長かったりしますね。はい、そんな感じで編集終わりました。という感じで今日も一日が終わりました。現在時刻は11時頃ですね。で基本的にルーティンとしてはカフェでねお仕事したりとか、まあ、室内でお絵かきしたりとかっていうのが、まあ、基本的な流れかなって思います。まあ毎日はこんな感じじゃないですけど、飲み会の日とか基本朝までとかも多いしね。今からこれ全部編集してあげるので多分寝るのは1時ぐらいかなと思います。また別の動画でお疲れ様です。